こんにちは、荒沢夫婦です。私たちは2022年に沖縄移住し、セミリタイアすることを目標に、日々投資や節約を頑張っています。今回は、積み立 NISA 出口戦略を徹底解説というテーマでお伝えしていきます。資産運用において、買い時より売り時が難しいとの格言があるようにですね、この積み立 NISA もどう売却していくかが大事です。 特に非課税期間の関係もあって難しく感じている方もいらっしゃると思いますそこで今回はこの積み立てニーサの出口戦略についての考え方と実際に3つのパターンでシミュレーションをしてみましたのでそちらをご紹介していきたいと思います動画の最後には私たち荒沢夫婦の場合についてもご紹介してますのでぜひ積み立てニーサをされている方は最後までご視聴いただけたらと思います まずはじめに、積み立て n i s の基本的なところをおさらいしておこうと思います。この積み立て n i s は国が定めた制度で、簡単に言うとですね、投資で得られた利益に対してかかってくる税金をゼロにすることができる制度なんですね。この積み立て n i s は2018年から始まった制度で、2018年から2042年までになっております。 積みたて n には非課税期間というものがあって1年に投資できる額が40万円と決まってますこの40万円は投資してから20年間非課税で運用することができますこれがですね積みたて n の最大のメリットとなってますねそして今年の2021年からこの積みたて n を開始した場合ですね2042年まで22年間運用することができます そして毎年40万円ですね上限の40万円を投資した場合ですね最大の非課税投資額が880万円になりますなので今年から始めたとしても880万円をですね非課税で運用することができますこれって結構大きいですよねここまでが積みたて NISA の基本的なところですね でここからですね、この青色の吹き出しのところですね、出口戦略においては、ここが大事なポイントになるので、確認していきましょう。大事なところが、この積立たて NISA の非課税期間が終了する20年目以降はどうなっていくかっていうところなんですけど、積立たて NISA を開始した20年目からは、毎年1年分ずつ非課税期間が終了していくっていうことなんですね。 例えば2018年に投資した40万円は20年目でこの非課税期間は終わってしまうんですね21年目以降はどういうふうにしていけばいいのかというと2つ選択肢があります1つ目は売却をしてしまう2つ目は課税口座で運用を継続するとこの2つを選択することができるんですね なのでそれぞれのケースによって売却をするのか運用を継続するのかを選択していくのが大事になってきますではここからですね出口戦略において大事なポイントをですねご紹介していきますね私たちが思う出口戦略における大事な要因としてはこの3つがあるかなと思ってます1つ目が非課税期間2つ目は個人の状況3つ目が市場の相場ですね この3つの影響によって売却をするのか運用を継続するのか判断していくことになるかと思いますでまずはじめにですねこちら非課税期間と個人の状況によってどういうような影響があるかをですねご説明していきますで非課税期間を軸にですね3つのケースで考えてみました でまず1つ目が非課税期間中に売却をするっていうことですねこの積みたて NISA は非課税期間中であっても売却できるんですねなのでどうしてもお金が必要な場合だとかねそういった場合っていうのは非課税期間まあ運用中であっても売却して全然問題ないですただ一度売却してしまうと残りの非課税期間はなくなってしまうのでそこは注意が必要です なので、どうしてもお金が必要な場合はですね、積みたて NISA 以外の特定口座で運用している分から先に売却するとか、そういったことも考えた方がいいかと思います。やはり非課税期間が残っているのに、途中で売却してしまうというのは、もったいないことなので、できるだけ避けたいですね。2つ目は、非課税期間が終了した時に売却するということですね。こちらは皆さんよくイメージしているケースかなと思うんですね。 目標の金額まで資産が増えた場合ですね、この積み立 NISA を始めた時の投資の目的ですね、その目的に必要な資産まで増えた場合っていうのは、売却していいと思います。あとは、他の債券や現金とのリバランスですね、他の資産との調整をですね、していく上で、売却していくっていうのは、全然ありかなと思います。 最後三つ目は非課税期間終了後も課税口座で運用していくっていう場合ですね、まあ、こちらはどういった場合が当てはまるかというと今すぐ現金や、えー、先ほどお伝えしたリバランスする必要ではない場合ですね、まあ、そういった場合っていうのは今後も課税口座に移して運用を続けて資産を増やしていくっていう風にするのもありかなと思います 以上が非課税期間と個人の状況に合わせたですね、出口戦略を3つのパターンでご紹介してみました続いては市場場の相にによる影響についいてて解説していきます。皆さんが一番心配しているのは非課税期間終了時に暴落があったらどうするのっていうところだと思うんですねでそこに関してはそんなに心配しなくていいっていうのが、えー、結論ですね まず非課税期間が終了したときに相場が良かろうが悪かろうがですね結論としては売却してもいいし運用を継続してもどちらでもいいと思うんですね。っていうのもですね非課税期間が終了していく年になるとその後ですね毎年非課税期間が1年分ずつ終了していくんですね。2018年に投資した分が非課税期間が終了していきますと。 そしたら次の年には2019年分の非課税期間が終了しますと。 でその次の年には2020年分の非課税期間が終了していくので2018年に投資した分の非課税期間が終了した時にですねちょうど暴落が来たとしても他の年に投資した分2019年2020年分に投資したものはまだ非課税期間があるので運用を継続できるんですねその運用を継続していく間にこの暴落をですね乗り越えていくっていうことができると思うんですね もう少しですね詳しくご紹介していきますね。こちら、先ほどの図をですねまた載せているんですけど、この赤枠の吹き出しのところですねご紹介していきますねで。2018年分に投資したものがですね非課税期間が終わるのが20年後ですね。なので、2037年末にこの2018年分の非課税期間が終了しますと。で、2038年以降どうしていくかっていうことなんですけど、 でこの2037年、この年にですね、暴落が起きますと、えー、大暴落が起きましたと、2018年分に投資したものは、暴落の影響をかなり受けてしまいますね。ただですね、えー、その矢印を追っていきますと、2019年から2037年までに投資した分は、非課税期間がまだありますよね。まだ2018年分しか非課税期間は終了してません。なので、そちらに関しては、運用を継続できるんですよね。 なので、この残りの分がですね運用を継続している間にこの暴落をですね乗り越えることが十分できると思うんですね。暴落っていうのは一番長いと言われていた暴落としても5年間だったんですね。なので5年間耐えられればなんとかなるということなんですよ。 2037年に暴落があったとしても残り19年間を運用することができるのでその間にですね、えー、回復すするることとって、えー、結構期待でできると思うんですよねなので結局ですねこの2018年分の枠に関しては売却してもいいですし、まあ、運用継続してもどちらでもいいと思うんですね。 必要であれば売却したらいいし別に今必要でなければ運用継続してもいいと思うんですよね他の2019年から2037年までに投資しているものがですねまだ運用継続できるので元本全てに影響があるっていうわけではないですよね往落に対して過度に心配をする必要はないのかなというふうに思います以上がですね私たち荒沢夫婦が考える積みたて NISA の出口戦略に対する考え方でした ではここからはですね実際にパターン別でですねちょっとシミュレーションをしてみましたのでパターン3つですね、えー、ご紹介していこうと思います自分と共通している点とかがあればあそこを見ながら参考にしてもらえたら嬉しいですではまず一つ目ですねパターン1としては2021年今年ですね今年に40歳の方がですねこの積立て i s をスタートしましたと そして非課税期間が終わる20年後ですね、2041年に60歳になりましたと。で、この方はですね、積みたて NISA を始めた目的としては、積みたて NISA で資金を増やして、老後資金にしたいということですね。で、相場も良くて、目標額の1500万円を達成することができましたと。これ、いいパターンですよね。こういった方はどうしていけばいいかっていうと、 まあ、一括で売却してしまっていいんじゃないかなと思っております。あの全て売却しちゃってもいいんじゃないかなと思いますで、これはですね。まあ、本当人それぞれだと思うんですけど、あのまあ、投資の目的自体がですね。達成していればあ残りのですね。非課税期間が残っていようがですね。売却してしまってもいいんではないかなと個人的には思ってます。 このケースで一括で全て売却してしまうとですね2021年に投資した分はですね非課税期間をいっぱい使って運用することができているんですけど2022年以降の投資額に関してはまだまだ非課税期間 で運用できる期間が残ってるんですけど、まあ、それを捨てて売却してしまうっていうことなんですね、まあ、この方の場合であれば目標としていた老後資金も貯めれましたし、まあ、年齢的にも60歳ということである程度こうリスクもこうちょっと取りにくくなってきているかなっていうところはあると思うんですねであとはまあ他の持っている資産との兼ね合いとかですね 株式を積み立ててでで運用してた場合ですね株式の比率をもう少し下げていきたいとかって考えた場合で売却をして現金比率を高めるとか債券の方に資金を移していくっていうようなリバランスをする場合とかですね、まあ、いろんなことが考えられると思うんですけど、まあ、こういったケースっていうのはまあ一括で全て売却してしまっても全然いいのかなっていうふうに思います。 続いてパターン2つ目は2018年から積み立て n i s を始めた28歳の方ですね。で20年後に2038年の年で48歳になっているっていう方ですね。 で目的としては、老後資金を貯めるために、つめ立て NISA を始めましたと。でただ、まだ48歳なので、まだ働いていて、特に今、現金を特別必要としてないっていう場合ですね。でなおかつ、暴落もあってですね、えー、資産の評価額も下がってきていると。こういったケースですね、こういった場合であれば、どういうふうにしていったらいいのかというと、僕自身の考えとしては、 2018年分ですね、非課税期間が終了したものは、まあ、課税口座で運用を継続していくのがいいのかなというふうに思います。 でなおかつ他の年の分も引き続き非課税期間内でまあ運用を継続していくっていうことですね、まあ、今回はですね今特別現金を必要としてないっていうこともありますし年齢も48歳ということでまだまだ運用期間を取れるっていうことですね、まあ、これが60歳とか70歳とかだったらなかなかね投資期間取れないですけどまだ48歳っていう若さですね でなおかつ暴落があって評価額も下がっているっていうことなので、まあ、こういったケースであれば、まあ、今すぐ売却せずにですね今後も運用を継続していって、まあ、暴落を乗り越えて相場が回復した時に売却をしていくっていうのも一つありなのかなというふうに思いますただですね2018年分も課税口座で運用を継続していくっていう場合ですね1点注意していただきたいポイントがあって でこれがですね2018年に投資した40万円分があ非課税期間終了時にですね仮に20万円に半分に減っていた場合ですねでそこからですねまた運用を継続していって40万円まで元に戻りましたとそういった場合にですねこのプラスになった20万円分に関しては税金がかかってくるんですね。 これはどういったことかというとニーサ口座から課税口座に移されて運用を継続した場合、ですねその移された時の金額、この場合であれば20万円が基準の価格となるのでそこから上がるとですね20万円より上がった部分に関しては税金がかかってしまうんですね。なのでここはですね一つ注意が必要です。 ただですね今はこの方ですは、ねまあ、今現金が必要がないので運用を継続していきましょうっていう回答だったんですけど仮にですね今現金が必要ですっていうふうになった場合そうなった場合どうしたらいいかっていうと2018年分から取り崩していくっていうのが1つ選択肢になるかなと思います。 で他の年の分は引き続き非課税期間内で運用を継続していって、えー、相場の回復を待つということですねつまりまあ現金がまあどうしても必要だとでその金額にもよると思うんですけど仮にこの2018年に40万円投資したものがまあ20万円に減っていましたと ただ、まあ、現金はやっぱり必要だと。そうなってきた場合はですね、もうどうしても必要な場合は、もう2018年分から取り崩していくのがあいいのかなというふうに思います。まあ、それは仕方がないかなと思うんですよね。ただ、まあ、40万円が20万万円円がに減ってしまって でまあ、そこは損はしてしまっているんですけど、まあ他の年の分ですね2019年以降に投資した分はまだ非課税期間内なので、まあ、運用継続していけば十分ですね相場回復できる期間があるので、まあ、ここでですねしっかり運用継続していくっていうのが大事かなと思います。 あと、まあ、欲を言えばですね、この積み立 NISA からあ絶対現金を取り崩さないといけないっていう状況を防いでおくのも大事かなと思います。他に生活防衛費としての現金をちゃんと確保しておくとか、あとは債権とかですね、そういったものを持ってそっちをこう売却していくとかですね、こういったこともですね、大事になってくるかなと思います。 で最後ですね、パターン3つ目としては、2018年に積み立 n i s を開始した28歳の方ですね。で、20年後には2038年の48歳になっているとします。で、この方ですね、40歳から、実はセミリタイヤ中で、セミリタイヤ生活を満喫されています。で、現在はバイト代と配当収入で生活中ですと。これからは趣味や旅行にお金を使っていきたいっていうことですね。 こういうふうにセミリタイアを目指しながら積み立 NISA で資産運用している方もいらっしゃると思うんですね。で、こういったケースはどうしたらいいかっていうと、まあ、僕自身はですね、まあ、必要な分だけ取り崩しながら運用を継続していくっていうのがいいのかなと思います。 でよくですね4%ルールっていうのが言われていますが、まあ、資産の4%ずつですね毎年取り崩していけば、まあ、20年30年と資産が残っているっていうようなルールがあるんですねなので、まあ、こういった形でですね必要な分だけ取り崩していって自分のやりたい趣味や旅行にお金を使っていくっていうのも一つありなのかなと思います あとはですね相場が良ければすべて売却をして、まあ、後輩当株に移行するとかですねキャッシュフローを生み出してくれる、まあ、後輩当株とかに移行していくっていうのも一つ選択肢としてはあるのかなと思います以上がですね、まあ、考えられるパターン3つでご紹介してきました でもしですねこんなケースはどうしたらいいのっていうですね疑問等があればコメントで教えていただけたらあ一緒に考えてみたいと思いますのでそういった方は是非コメントよろしくお願いしますでは最後にですね私たちアラサー夫婦の場合はどういうふうにしていくのかご紹介していきますね で私たちアラサー夫婦は2022年ですねセミリタイヤを考えているのでセミリタイヤ後もこの積立て i s a の積立は継続していく予定ですでこの非課税期間に関しては基本ホールドで考えておりますなのでまあ非課税期間でのこう売却を避けるために現金をしっかり持っておくとかあとは他の資産を持っておくっていうのも大事になってくるかなと思うのでそこら辺を意識していこうと思ってます 2037年の末にですね、まあ、私が48歳の時に初めて投資した分ですね初年度の2018年分の投資分の非課税期間が終了しますので、まあ、そこでですね初めて売却をするのか運用継続するのか考える年になるわけですね。 私たちの積立たて NISA の目的としては、まあ、マイホームを購入する資金にするとかあとは子供ができた場合の教育資金にするっていうことで考えていたので、まあ、そこでですね現金が必要になってくれば売却をするっていうふうに考えてます。 でただ、ですね、まあ、今すぐ現金が必要でなかったりですね、まあ、仮にもうマイホームは別にいらないかなとかあとはまあ子供はあは結局できなかったとか、まあ、そういった場合とかですね、あとはまあ相場が悪いとき、ね、暴落が来ているときとかであれば、まあ、運用は継続していこうかなという,ふうに思っています。 あとはまあパターン3つ目のところと似ているところもあるんですけど例えばまあ海外旅行にちょっと行きたいとかですねそういった時にこうまとまったお金が必要とかそういった時にはまあ非課税期間が終了している分からですね必要な分だけ取り崩すとかそういったことも十分ありえるかなというふうには考えておりますはい今回は以上になります最後までご視聴ありがとうございました 結構ですね、積み立 NISA の出口戦略って難しい感じがしますよね。やっぱりこう20年後っていうことなんであの、なかなかですね、どういう状況になっているのかわからないですし、すべ、ね、てをコントロールすることは難しいと思うんですけど、ただ、まあ、唯一ね、えー、自分自身でコントロールできるのは、やっぱりこう、非課税期間中に売却をしないで済むようにですね、しっかり現金を一定の 金額ですね保有しておくとか、まあ、他の資産もしっかり持っておくとか、まあ、そういったふうに準備しておくっていうことはあできることだと思うので、まあ、そういった準備はですね、えー、僕自身もしっかりですねしていって非課税機関のですね、えー、恩恵を受けて運用できるようにしていけたらなとは思っております今後もですねこの積みたて NISA の運用実績や情報に関しては発信していく予定なので是非ポチッとチャンネル登録 よろしくお願いします